皆さんこんにちは、内山でございます。今日はですね、レジュメにもありますけども、社内ゴルフコンペは経費になるのかならないのか、こういった話をしていきたいと思います。で、社内じゃなくてですね、社外の取引先を対象にしたゴルフコンペにかかった費用、これはですね、交際費になります。当然交際費になります。ただですね、税務調査になりますと、自社で、ゴルフの代金を払った場合に、裏でですね、現金で、メンバーから会費をこうもらってんじゃないかななんてね、疑われるケースもありますので、これは注意していただきたいなと思います。で、社内の親睦を図るために、社員だけでですねゴルフコンペやった場合、これどうなるのかというお話なんですけども、特別ですね、現在国税局ではですね、社内コンペの取り扱いについては特に見解を述べていないということになっております。ただし一般的には、次のように考えられると。で、従業員を対象にとするですね、慰安のための社内コンペ代、これをですね、会社が、代金を負担した場合には、社内交際費または、給与として取り扱うということで、これはゴルフ、一般的にもですね、やる方増えてますし、私はちょっと腰が痛くて、腰が回らなくて、ゴルフはちょっと遠慮してるんですけども、一部の従業員さんしか参加できないということで、その考えでですね、給与課税とかですね、社内交際という考え方が、一般的ということです。で、これ、交際費というよりも福利厚生費になるためにはどうしたらいいのかということなんですけども、社員旅行の費用はですね、企業が従業員に与える経済的利益、給与みたいな形で考えられておりますけども、小さな額は追求しないという、理由があるものですから、高額でない、一定の条件で高額でないものについては福利厚生費として認めています、で、社員旅行、通常ですね、社会通念上とかね、よく言われてますけども、50% 以上、社員の 50% 以上が参加するなどですね、条件がついておれば、福利厚生費で認めると。で、ゴルフコンペを考えた場合ですね、社員旅行よりもかなり金額が少なくなりますしね、そろそろ福利厚生費として考えてもいいんじゃないかということで、このコラムでは書かれております。で、福利厚生費として認めてもらうには、次の2つが考えられるということで、レジュメの方に書かせていただきました。社員旅行の条件の範囲内でですね、社員旅行と合わせて行うと。で、社員旅行に参加して、ゴルフしない社員については、同じぐらいかかる、金額の観光コースを用意する、ある人にグループに対しては、ゴルフをやっていただいて、ゴルフやらないよっていう人については、他の観光旅行、コースに行くということですね。それから2つ目はですね、社内親睦団体主催で行い、親睦団体についてはですね、社内規定を設けておいてですね、補助金を支給するということです。こういったものでですね、福利厚生費として認められる可能性があるかなということでご紹介いたしました。ご清聴ありがとうございます。